久保さん、今日買い物してきました。これプラズマダイレクトっていうね、このプラズマ点火チューニングがここまで進化した。点火チューニング、はい、プラズマダイレクト12万でした。で、あと他のパーツ久保さん見積もってきたんですけど290万だったんですよね。なんでこれ12万で302万ですね。302万、今日の買い物300万の買い物ですね。今日一瞬で金なくなりますね。僕ね、一応250ぐらいかなと思ったんですけど、あれまあまあだなみたいな。なんかキャンペーンなんですよね。で、キャンペーンなんで安くなってるかなと思ったら、そんなにね、なんか 5% 引きぐらいですね。これ 5% 引きで、一応こっちこう、工賃無料にこれはしときますんでとか、5% 引きか、みたいなね。まあまあまあ、4月からね、すげえ値上げされるんですよ。ホイールとか全部。タイヤとか。なんで、まあ、まあ、しょうがないなと思うんですけど。300万ですね。うん。だから、4月から買ったら、330ぐらいになるかもしれないですね。全部上がるんで、ほとんどが。まあいいでしょう。まあ10年ぐらい乗るんで、まあ10年を300万で割ったら1年30万、1ヶ月3万ぐらいでしょう。まあいいでしょう、うん。まあだからね、ほんとね、なんだろうな、まあ久保さんがなんかお話ね、したみたいですけど、昨日まで普通だったのにね、いきなりまああんな状態になったら、まああれですよね。まあそれは深いですね。まあ実際の現実の話だと思うんで。だってそのウクライナのなんか街が映像で残って、映像でなんかそのビフォーアフターみたいなのあったんですけど、そのすげえ綺麗なね、木もあってね、すごい綺麗な街並みが全部今もうなんか空爆受けてもうぐちゃぐちゃになってて、もうビフォーアフター全然違かったですからね。とんでもないことになってますね、うん。だから僕もそのまあ車にねお金かけられるのも今のうちかなっていうところですね。そう、なんかまあ年取ったらもう軽でいいと思って、軽でいいやになっちゃうかもしれないしね、わかんないですけど、まあでも車は好きだからそれはなんないかな。そう、まあガソリン車もね、まあなくなるかもしれない、なくなる方向には進んでますよね。なくなっていく方向には進んでると思うんで、まあ完全になくなるかわかんないですけど、ただ今回のロシアの件もあるし、まあ、全世界で石油も上がってますし、まあ間違いなくね、今後そのこの10年20年わかんないですけど、ロシアと取引する国っていうのがまあしづらいですよね。だからまあ今できることを一生懸命、今買えるものを一生懸命買って一生懸命頑張るっていうのは大事じゃないですかね。そう、今日ね、一応、まあ、これね、すぐ終わって、これのすぐ終わったんですよ。一応、昨日メールして、今日行ったら、今日取り付けられますかって言ったら、まあ、大丈夫ですよ、つって、もうすぐこれは取り付け終わって、もう全然違くて、フィーリングが。すげえな、みたいな。いや、これは、プラズマダイレクトは、マジすごかったっすね。全然違った。これはすごいですね。パワーアップ、トルクアップ、レスポンアップ、指導性の向上、ブーストの立ち上がり向上、ブーストなんて環境に優しい、排出ガスの低減、ノッキング現象、カーボンの蓄積、エンジンの寿命。いや、これすごいっす。これはマジすごかった。こんな変わるんだっていう、全然違いましたね、フィーリングが。これはつけてよかったですね。
まああとエンジンに関してはこのプラズマダイレクトと、あとなんかそのサブコンみたいななんかコンピューターのやつ、それ40万ぐらいするんですけど、いやー久保さん、もうローン、まあローンにしようと思ったんですけど、まあいいやと思って、明日払いますよ、振り込みます、明日振り込みます。290万と、まあ今日支払った、今日まあ今日のやつはクレカでやったんですけど12万ですね。それがこれですよ、まあ、早速ねネタに使ってますけど、僕ネタにね12万、12万と390万、あ290万で300万ですね。お金一瞬なくなりますね、使えば一瞬でなくなりますね、マジで一瞬だなこれ、マジで。ホイールが4つで65万、ホイールが4つで65万ぐらいですね。でタイヤが4本で28万ですね。28万7千。65万と28万だから。まあタイヤとホイールで、まあ90万ぐらいですね。80万とか。タイヤホイール高いですね。まああとロックボールとか。これロックボールも入れたらもう90万ぐらいか。あとエアロっすね。エアロパーツが15万と19万と14万っすね。あとマフラー30万ぐらいですね。マフラー30万ぐらいで、あと車庫帳っすね。車庫帳、あの、落とすやつ。あれ38万っすね。まあ、あと工賃とかね。まあ、工賃サービスにしてもらってるやつもまあまあ結構あるんですけど。あっという間ですね、久保さん。さあ金なくなりますよ、あっという間に。頑張ろう。まあでもね、あの稼ぐ動機があった方がいいので、まああの車がね好きじゃない人からすると、車のために稼ぐんですかみたいなと思う人もいると思うんですよ。でもまあ家族のために稼いでる人もいるだろうし、彼女のプレゼントをしたくて稼ぐ人もいるだろうし、何でもいいと思うんですよね。なんかその稼ぐ動機があった方が、僕はあった方がいいと思いますよね。これが欲しいから頑張るとかね、このプレゼントしたいから頑張るとか、家族旅行行きたいから頑張るとか、それでいいと思うんですよ。まあ人それぞれじゃないですか、そんなの。僕は少なくともそのキャバクラにお金ね、闇金牛島くんとかでも、そのホストにハマるキャバ嬢とかね、最終的にあの風俗行くんですけど、まあそれはそれじゃないですか。で僕はまあそういうとこにお金は何百万とか払いたくないので、まあ車に払います。まあ人それぞれですからね。久保さんのキットも多分800、900ぐらいですか、わかんないですけど、1000万を超えてないっていうようなこと言ってたんで、まあ、結果的にこれだから300万のパーツでしょ、でこれがだから560万だったんで860万ぐらいになりましたね、結局860万になりました結果的に。まあ赤じゃないからいいんですけどね。赤じゃないからいいや。いやーでもね、
あ、そう、それで、ドライブしてきてね、この、めちゃくちゃ綺麗でしたね。いやさ、あの、インスタとかのストーリー上げたんですけど、綺麗だったな。そう、明日はね、久保さん、長崎行ってきます。明日、ジャパネット高田行ってきます、ジャパネット高田。明日はジャパネット高田行ってきますよ、長崎。いや、ありがたいですね。ありがたい、本当に。車、しかも燃費もいいしね、これね。めちゃくちゃ燃費いいので、全然走りますね。うん。そう。いや、いいっすね。今を楽しみます、僕は。どうなるかわかんないですからね。まあお金もね、どうなるかわかんないけど、どうなってもお金は必要ですからね。どうなるかわからないけど、どうなってもお金は必要ですから。まあに、お金の呪縛から逃げられないですね。病気にかかっても金必要だし、死んでも、なんだ、墓とか建てんだったら、ね、葬式代もただじゃないじゃないですか。葬式するのかしないかわかんないですけど。葬式代もただじゃないし、墓代もただじゃないし、まあ金の奴隷なんだけど、何に金使うかっていうのは、何に金を使えるかっていうのは結構大事かもしれないですね。自分がいいなと思ったものをやっぱ買ったりとか行ったりとか、行くのにもお金かかるじゃないですか。ただじゃいけないですよね。そう、ガソリン代はかかるし、飛行機代かかるし、新幹線代かかるし、フェリー代かかるし、まあ僕はもうお金のことをこうなんか扱ってきて本当良かったなと思いますね。一般の人はお金に対してね、そのやっぱ真剣に考えたらないじゃないですか。そう、良かったです、本当に。一番大事なものを一番考えられる人生で良かったですね。多分ね、本当ね、一番大切だと思います、お金って。まあもちろんその人の命っていうのもあるかもしれないですけど、結局その人の命を育てるのに金がかかるからね。ただで一生育てられます？育つっていうかね。久保さんもお金なかったら大和くんね、学校行かせられないですからね。が、お金なかったら大和くんに飯食わせられないじゃないですかね。そう。ずっと無料で飯食えるとかないしね。まあお金の問題はね、クリアした方がいいですね。まあずっとクリアできないんですけどね。ずっとクリアできないことはないか。まあとりあえずまあ、なんだ。自分の障害これぐらい使うぜっていうのがもう算出して、まあそこぐらいまで稼いじゃえば、まあいらんじゃないですか。でもそこまで行ってないんだったら稼がないといけないし。僕は5億円まで行ってないので。5億あればまあなんか今の生活やっとけば別に、大丈夫かなと思いますけどね。まあ、車には金かけてるけども、別に他は金かけてないですからね。家賃4万2000円ですから。そう。他は金かけないですよ。自分が好きなとこには金積むし、まあ、そうじゃないところは別に節約する。節約というかね。その使わないし、自炊もするし。いやでも本当ありがたいと思った方がいいと思いますよ、マジで。まあこう悠長にね、こうやって動画も撮れるしね、ミサイル飛んでねえし。日本ありがたいですね。このありがたい日本に住んでるけど、そのありがたさを最大限活用してない人が多いかなと思うんですよね。で、あーだこーだ言うわけでしょ。まあ、やろうぜって話で。終わりましょうか。